テレビついてるからちょっと明るいわ。どうもなめです。ほんと寒くなったね。やばい、ほんと寒くなった。この季節になるとね、頭を食べたくなるね。まあコンビニだとおでんとかで、おでんで結構前からって言うのに、なんか夏ぐらいからおでんって言ってますよね。こんなクソ暑いね、クソ暑いおでんが食べれるかと思うけど、意外に美味しかったりするんだよね。でも今じゃもうおでんだったり肉まんだったりあったかい商品がね出てますしね。もうおでんじゃなくてもね、なんだろう、家で、まあ、鍋とかやったり、あったかいものがそろそろ出る頃でしょう。もうおでんとか出てるけどね。そう、どう食べたくなるんだよ、あったかいもの。ちゃんぽんとか違うけど、おでんとかの鍋とか。そうそう、だからもし学生とか帰りに寒いと思ったら、コンビニとか行っておでんは買うか分かんないけど、肉まんとかね、あったかいの買って食べながら帰る人もいるんじゃないでしょうか。僕はそういうことしなかったな。うん、まあ、寒いものは寒いからね、本当に。本当この季節になるとあったかいものが恋しくなる季節でございますよ。うん、まあ、逆にね、お菓子とかだと冬季限定とか、この冬にしか出ないお菓子とか、そういうのもいろいろありますからね。まあ、そういうのを楽しみにしてる人とかもいるかもしれないね。でもやっぱり冬にあったかいものだね。うん、やっぱドテーマだと思うけど、おでん、いろんなコンビニでおでん売ってるけど、どのおでんが一番美味しいのかな。今度食べてみようかな。味は同じかもわかんないしね。そこの比べてみようなあ、比べてみよう。ふと疑問に思ったわ。超気になる。もう全部同じ味かわかんないけど、気になるな。うん、というわけで、冬になると美味しいも、あったかいものが食べたくなる季節です。それだけ。本日も見ていただいてありがとうございました。じゃあ、もしよろしかったら、評価やコメント、チャンネル登録など、よろしくお願いいたします。それでは。